はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理九州地方丸4をお送りします。で、前回までね、九州地方丸3とやってきましたが、この九州地方シリーズはひとまずここで終わりになります。まあ最後ですね。で、最後は穴埋めが7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず残ってる H の都道府県ですね。で、ちょっとその都道府県しか載ってないやつを印刷しちゃったんで、ちょっとちっちゃめになってますけど、前の使い回しで申し訳ないんですが、日本全体ですね。まあ、こうあると。で、今、九州、ここか。九州、こうやってやってきました。で、それの左下、ここです。見方悪いね。ここね。ここのことをやってます。で、そこの都道府県が、沖縄だね、ここはね。沖縄県です。沖縄県となっております。で、この見方はですね、こことか、ちょっと細かいのね、塗ってないのもあるんですけど、こことここ、これ沖縄になります。で、ここにね、九州地方があるんですよ。ここに九州、今までやってきた。で、ここまでは鹿児島です、全部。ここまでは。鹿児島になって、こっから沖縄県になります。で、まあ、それがね、拡大しているだけなんだけど、こうやって。で、まず沖縄県は、ほにゃらら気候。で、海水も暖かく綺麗です。で、まず気候の名前が、沖縄は亜熱帯気候です。とても暖かいです。だから亜熱帯気候だね。で、海水が暖かくて綺麗。だから、この地域にはほにゃららが発達しています。で、何かっていうと、サンゴ礁が発達しています。すごく綺麗なね、サンゴ礁が発達している。で、また、本土。これ本土っていうのは、この日本地図の今、こっちね、北海道、こっちです。ここのこと。で、ここでは育たない。鹿児島のね、種子島では育ててるんですけど、本土では育たないホニャララの栽培が行われてきました。で、何が育てられたかっていうと、サトウキビです。ね、まあ沖縄と言われたらサトウキビというイメージでいてください。で、一応それぞれの島がね、これが沖縄諸島ですね。まあ一番有名な、那覇があるやつだね。沖縄諸島があったり、あと石垣島とか、西表島とかもあるんですが、まあ今回はね、そこまで詳しくはやりません。で、最後にまとめなんですが、かつてね、水俣病、これ四大公害病としてね、四大公害でやりました水俣病です。の問題が起こった水俣市。ね、水俣病なんで水俣市なんですが、そこはですね、住民たちの努力によって2008年にホニャララ都市に選ばれました。で、これ何都市に選ばれたかっていうと、環境モデル都市と言います。これに選ばれたんです。で、水俣市はですね、その工場の排水の公害によって、水俣湾っていうね、その海ですね、湾ですね、が、まあ、公害でやられてしまったんだよ。でもそれも住民たちが努力をしてって、だんだん良くして、今ではもう全く問題なくなった。で、あとはその地域のね、そのゴミの問題とかもしっかり分別したり、リサイクルしたりと、そういう活動を通して、2008年にその公害が起こった地域なんだけど、ここまで持ってきたんです。環境モデル都市。これは環境に関して、つまりリサイクルとかもそうですけど、みんなの見本になる都市です。それだけ名誉な都市。そこに選ばれています。他もあるけどね、全国に。例えば富山県の富山市とかもそうです。あとで出てくる北九州市もそれに選ばれています。で、また、福岡市です、今度。これ福岡県福岡市ですごく発展してるところ。では、都市の中心部の気温が高くなるホニャララ現象っていうのが起きます。で、これは福岡市だけではないんですが、発展しているところで起きやすい。都市の中心部の気温が高くなります。で、これを、ヒートアイランド現象と言います。都市部の温度が上がっちゃうやつね。で、それに対して対策をしてます。例えば、ビルの壁面、つまり壁です。壁面とか屋上の緑化を進めるなどの取り組みを行っています。
これはビルの壁とか屋上に本当に 木ってあるよね、あの葉っぱとかのつるをこうやってすごい緑にするので、これぜひですね福岡市ヒートアイランドとかで検索してみてください。あの画像が出てきます。そうで、その画像ぜひ見ていただいて、そういった状態のを進めてる、すごくやってます、福岡市に関してはこれを。で最後にさっき言った北九州市ですね。で北九州市、これも福岡県の北九州市なんですが、ここもかつて公害に苦しみました。でこれも、工業が発達してた都市なので、工場から出る排水によってね、道海湾っていうここも湾が汚染されてしまったんです、ものすごく。でもその後に国から規制がかかったりして、こう環境に優しい、環境に負担をかけないようにしていこうっていう工夫をしてったのね。でその環境に負担をかけない技術をどん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 良くしていって、それを活かして今ではペットボトルとか、あとパソコンとかもそうです、そういった廃棄物、捨てるもの、本当はそれをリサイクルする工場っていうのを集めたホニャララが形成されています。でこれ何が形成されてるかっていうと、それをエコな街ですね、エコタウンと言います。いいかな。だから水俣市にしても北九州市もそうですけど、かつてそういうふうに苦しんだ、でもそれをバネにして、そこから例えば環境モデル都市に選ばれる、そこまで持ってったり、こっちはねエコタウン、自分たちがこう培ってきたものを今生かしてエコタウンを形成してね、そういったことを取り組みをしています。大丈夫かな。では今回は社会の地理、九州地方丸4をお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で九州地方がこれで終わりましたので、次回から中国四国地方の方に移っていきます。なのでもしよかったらね、そっちの方を見てみてください。ほんじゃ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。